皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は自重トレーニングで肩を大きくするおすすめ種目を、ね、3種目紹介させていただきたいと思います。やっぱりね、肩がしっかりついていると特に男性なんかはね、肩幅広く見えますし、 T シャツとかね、スーツなんかもかっこよく着こなせるんで、肩を大きくしていきたいっていう方がたくさんいらっしゃるかと思います。まあそういう方のね、参考に少しでもなればなと思っていますけども、早速種目の紹介に移らせていただきます。最初のね、おすすめ種目1種目目は壁倒立ですね。トレーニングで倒立ってどういうこと思われる方いらっしゃるかもしれないんですけど、体操選手ってめちゃくちゃ上半身ムキムキですよね。まあ、彼らはね、補強でトレーニングやってるのもあるとは思うんですけども、体操のね、競技自体が非常に負荷の高い筋トレ、まあ、みたいな感じでね、筋肉にも強い負荷がかかってるので、あれだけね、いい体を作れているわけなんですね。倒立っていうのはね、本当にね、強い負荷が三角筋、肩の筋肉にかかります。とはいえ、自宅でなかなかね、バランスをとって普通に倒立でね、止まれる方ってほとんどいらっしゃらないと思うので、僕も当然できません。なので壁を使ってね、壁倒立していただくのがおすすめです。安定しますし、肩にも非常にね、強い力がかかるのでおすすめです。詳しいやり方はね、別の動画で解説してますので、そちらをご覧いただければと思うんですけども、倒立して止まってるだけでも全然強い負荷がかかるので全然 OK なんですけども、余裕のある方はそこから、まあ、腕立て伏せみたいに頭が床につくまで下ろして上げて下ろして上げてとやっていただくと、まあ、それこそショルダープレスみたいな動きになるので、より効率よく、ね、肩を鍛えていくことができるので、ぜひぜひね、チャレンジしていただければと思います。そして2種目目ですね。壁倒立はちょっと負荷が強すぎてきついよっていう方、まあ、女性とかね、運動経験が本当にない男性の方、まあ、あとは結構体重の重たい方、男性でもね、そういう方なんかは、パイクプッシュアップというのをおすすめします。まあ、これは腕立て伏せの変形版なので、無理なくできるかなと思います。で、負荷が足りないなと思ったら、台とかね、ソファーとか椅子を使ってちょっと足の位置を上げていただくと、より負荷が強くなったりするので、そうやって負荷を調整しながらね、できるという意味でも、このパイププッシュアップは非常におすすめです。ぜひ、ね、チャレンジしてみてください。詳しいやり方はまた別の動画で解説をしております。そして最後3種目目なんですけども、リアベルトプッシュアップという種目ですね。まあ、これは肘で床をね、ぐっとこういう感じで押していく、こういう動きで肩の後ろ側ですね、を鍛えていく種目です。どうしてもね、この肩の後ろ側、リアデルトと呼ばれている部分は発達が遅れがちなんですね。どうしても肩の真ん中と前ばっかり鍛えてしまって、肩の後ろ側の発達が遅れていくと、見栄えが悪くなるだけで済めばいいんですけども、だんだんね、肩が前に出てきてしまって姿勢が悪くなったりとか、肩の怪我をしやすくなったりとかね、いろんな悪い面が出てきてしまうので、そういう意味でもなるべくね、肩の後ろ側、リアデルトもしっかり鍛えていただければと思います。またこちらもね、別の動画でやり方をご紹介していますので、そちらを見ながらチャレンジしてみてください。今回は自重のトレーニングで肩を鍛える種目3種目をご紹介させていただきました。ぜひね、これを参考にチャレンジしていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。